はい、おはようございます。キャプテンスのバイブルトークです。今日は10月6日火曜日、エレミアの14章です。14章最初から見てみると、日照りのことについてエレミアにあった主の言葉、なんかそうピンポイントですね。日照りのことについて、日照り、水がない、雨が降らないということで、まあただの日照りじゃなくてね、その後ちゃんと飢饉になって食べ物もなくなるっていう、そういうことが実際に起きたんだと思います。そのことが、書かれてます。1から9節までその日照りの関してのことが、書いてあります。でその中でエレミアがですね、主よ、あなたは私たちの真ん中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください。だからこの日照りとか、その神の裁きとしての日照りに関して、私たちを見捨てないでください、置き去りにしないでくださいというふうに取りなしの祈りをしています。その後10節からですね、神様のまあ回答というかね、言うんですけども、この民について、ちょっと言い方がね、この民について、私の民じゃなくてこの民について、ちょっとこう他人行儀な突き放した感じになりますけども、この民について主はこうおっしゃられる。このように彼らはさすらうことを愛し、その足を制することもしない。それで主は彼らを喜ばず、今彼らの咎を覚えてその罪を罰すると。もう今まで悔い改めなさい、私のところに来なさいって言ってたんですけども、もうかなりもうね、もう咎を覚え罪を罰するというフェーズに入ってきた感じですね。で11節では、この民のために幸いを祈るなと、エレミアに対してもね、もうこの民のためにお前祈んなくていいと、取りなさなくていい、そんなこと言ってます。さらに12節、断食しても私は彼らの叫びを聞かないと、捧げ物も受け入れない、そんなもんかえって剣と飢饉と疫病でことごとく立ち滅ぼすっていうふうに、もう怒りですね。13節、それに対してエレミアが言います。ああ神主よ、預言者たちはあなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない、誠の平安をあなたが与えると人々に言ってるじゃないかと。この預言者というのは偽預言者ですね。その当時いっぱいいた、だからエレミアはここではね、何だろうね、偽物の預言者いっぱいいる、まあ、戦う前ですかね、あの人たち大丈夫って言ってますよ神様。エレミアもそんなこと言ってますね。預言者たちはもう大丈夫ですよ、平和ですよ、ね、愛されてますよって言ってますけどって言うんですが、神様なんていうか、14節、主は私に仰せられた。あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の計り事をあなた方に預言しているのだと。これが偽預言者です。特に自分の心の偽り事をあなた方に預言していると。いつの時代にもね、偽預言者っていうのはいるし、私たちも一人一人気をつけないと、偽物の預言をね、聖書にこう書いてあるじゃなくて、自分はこう思いたいし、こういうふうに したいので聖書からこの言葉を持ってきて、いろいろこうくっつけてね、はいね、こう言ってますよ、主はこう仰せられるとね、簡単に言ってしまうんですけども、そうじゃないと。それ私の名によって預言はするが、私が使わしたのでない預言者たち、剣や飢饉がこの国に起こらないと言っているこの預言者たちについて主はこう仰せられる。剣と飢饉によってその預言者たちは滅び失せると。皮肉ですよね。剣もないし飢饉もないし大丈夫ですよって言ってる預言者は、その自分が大丈夫だと言ってる剣や飢饉で滅ぼされると、滅び失せると。一つちょっとね、今日、いくつか大事なところがあると思うんですが、16節、彼らの予言を聞いた民も飢饉と剣によってエルサレムの道端に投げ出されとあります。彼らの予言を聞いた民、あの偽予言者はね、まあ悪いですよ、本人たち嘘と思ってないんだよね、主がこう仰せられるってなんか知んないけども、そういうふうにどっかから聞いてきたんでしょうね、なんか知んないけども、それを言ってるんですけども、ここでは彼らのそのね、
予言を聞いた者も滅ぼされると、ね、あなたはこうですと言いながら、あそうかと思って道をね、本当の神様の道があるのにそうじゃない方に、人生狂わされた人ってのを、いろいろ話にも聞きますし、実際そういう偽予言者がいっぱいいます。知ってます、あの偽予言者、あの知り合いじゃないですけども、散々見てきました。まあ、詳しく言いませんけども、でもその預言者が滅ぼされるのは、その預言者がね神様に罰を受けるのはいいんですけども、それを信じた彼らにも、信じた聞いた民にも責任がありますよって、これ大事なことです。それを見抜けなかった、それをあそうだよねって一緒になって聞いてしまった、これ被害者じゃないんですよ。被害者のようで、実はその偽預言者の言葉を聞いてそうだっていう人たちも、実は神様に敵対してる、だから滅ぼされるっていうことがね、ここで書かれてます。だから私たちはそれが偽物なのか本物なのか、自分でちゃんと吟味しなければならないし、自分でちゃんと決断しなければいけない。いや、あの人が言ったから、あの牧師が言ったからね、キャプテンヤスが YouTube で言ってたから、そんなの無責任ですけども、言い訳にはならないんですね。だから私が言ったことも含めて、それ違いますよねっていうのを言えなきゃいけないし、言っていいと思うんですよ。私も間違えますし、間違えてね、ヤスさんそれこのとこ違いますよって言われたら後で直しますし謝りますし、でも自分でその神様の言葉というのを吟味する、それができないと簡単に偽予言者に騙されてしまうという、ことですね。で、18節、預言者も祭司も地にさまよって途方に暮れていると。最後には、もうね、預言者祭司と言われた人たちが地にさまよい途方に暮れている、そういう光景が、ここに書かれています。19節からその最後22までですけども、ここにはですね、また場面が変わって民のために祈るエレミアの姿が書かれています。あなたはユダを全く退けたのですか、あなたはシオンを嫌われたのですか、なぜあなたは私たちを打って癒されないのですかと、主よ、私たちは20節自分たちの悪と先祖の戸惑いを知っています。本当に私たちはあなたに罪を犯しています。皆のために私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでください。私たち、あなたが私たちに立てられた契約を覚えて、それを破らないでください。民のために祈ってます。祈んなって言われたのに祈ってます。ね、幸いを祈んなって言われたのに祈ってるエレミア。なぜかというと、祈らずにはおられない。エレミアというのはもともと祭司です。祭司の子です。預言者というのはどちらかというと、こう、裁きの傾向が強い。裁きの傾向というかね、神様の言葉をこう、ダイレクトに伝えるんですけども、祭司というのは神様と民の間に立ってそこを取りなす役目があります。だから預言者は割と、預言者はね、神と民の間に立ちますけども、どちらかというと神様の意見というか、それを一方的に伝えるのが預言者の役目だとしたら、祭司は両方を取り持つ役目ですから、中間管理職というかね、だか結構大変な役目ですね。どんなダメな民であっても、どんなにもう神様を滅ぼすって民であっても、そこに立って取りなす役目が祭司の役目です。エレミアは祭司でもあります、預言者でもあります。イエス様とのですね、イエス様は預言者でもあり、厳しいことをね、神様のメッセージ伝えましたし、でも祭司でもあります。イエス様は十字架にかかった時にこんなふうに祈りました。自分が十字架にかかって、これから死ぬにもかか、死んでいくにもかかわらず民のことを、ね、取りなしたんです。父よ、彼らを許しください、何をしているのかわからないのです。エレミアと同じです、というかエレミアはイエスと同じその祭司の心を持っています。イエス様は預言者であり祭司でもあり、エレミアもある意味預言者でもあり祭司でもある、その役目、その使命を帯びたエレミアが最後は、神様に取りなします。私たちはあなたを待ち望みます、あなたがこれらすべてをなさるからです。最後22節の最後に言いますけども、どんな状況にあっても諦めずに、エレミアらしいですよね、
神様がもう祈るなんて、もうダメだ、裁きがもう起こるんだから、そう言われてもエレミアは諦めずに、今度は神様に彼らをお許しください、ね、何をしているかわからないのです、そう取りなすんですね。はい、ということで、今日講演したいと思います。それではまた、ごきげんよう。